山田くんと七人の魔女は、吉川美希による日本の漫画作品。週刊少年マガジンで2012年12号から2017年12号まで連載。略称は、山女。時系列は、前作、ヤンキーくんとメガネちゃんの後であり、第1話で登場人物の品川大地と千葉聖也が教師役で仮面を出演している。2013年8月10日から、 富士テレビにてテレビドラマが2015年4月から6月まで東京 MX にてテレビアニメが放送された。2017年2月時点で累計発行部数は385万部を記録している。須崎高校に通う高校生山田竜は学園切手の問題児で不良少年。学校でも周囲から浮いた存在であり友達もできずにいた。ある日、 階段から落ちた弾みで優等生、白石うららとキスしてしまったところ、二人の体が入れ替わるという不思議な現象に見舞われる。いくつかの実験と検証により、うららはキスした相手と精神を入れ替える能力を持っており、山田はキスで魔女の能力をコピーする能力を持っていることが判明する。生徒会副会長の宮村虎之助にあっさりと入れ替わりを見破られた二人は、 超常現象研究部に入部することになる。そこに、超常現象マニアの伊藤正と、帰国子女の椿健太郎が入部。能力について探るうちに、須作高校には、魔女と呼ばれる力を持った、女子生徒が常に7人いて、それぞれが異なる超能力を持っていることが判明し、魔女探しをすることになる。声の項は、アニメ版の声優で、縁の項は、 ドラマ版のキャスト、俳優。作中では、主要キャラによる入れ替わりが頻発しているため、その度に中身が入れ替わっている。最初の7人前から存在していた魔女儀式後に誕生した、魔女後に男勢力の魔女と呼ばれる。鈴原、アレックスは卒業した3年生の後継者。現生都会第172話から立ち上がった、玉木を会長とする大の生徒会組織。 スザク高校史上初の生徒会長選挙により選出された。全生徒会からは、ネネ、黒崎、有栖川が残っており、黒崎と有栖川は副会長の任を継続しているが、ネネの正確な役職は不明。全生徒会第92話から立ち上がった、宮村を会長とする大の生徒会組織。将棋部の魔女たちによって起こされた生徒会リコール運動が、 生徒の過半数を占めたためリコールが成立。生徒会長が次の生徒会長を指名する制度は、これによって壊れた。旧生徒会上記、全生徒会の一代前の連載開始時の生徒会を指す。最温仕組みの儀式の後、正式な指名手続きを経て解散した。シド2013年8月10日から9月28日まで、富士テレビ系ド,ドラ枠にて放送された。なお、 7月は、アフ東アジアカップ2013などが放送される、都合上、放送開始は8月となった。主演は、西内マリア。キャッチコピーは、魔女はキスが好き。2013年8月24日に、アニメーション PV が、YouTube にて、配信開始。その後、同じスタッフによるオディ第一話が2014年12月発売の、単行本題15監督総番に、 第2話が2015年5月発売予定の単行、本題17監督総番にそれぞれ DVD として収録。テレビアニメは2015年4月から6月まで、東京 MX テレビ愛知、読売テレビ TV9 九州放送、テレビ北海道、西日本放送、熊本放送他にて放送された。基本的な内容に変更点はないが、7話以降に、 テレビ放送時にない OP が追加され、OP のない回で本編内で流れる主題歌は流れない。ありがとうございます。